はいどうも、ロードシックチャンネルのシルクロードでございます。個人チャンネルへようこそ。生放送の、当日でございます。今、チャンネル登録者数がですね、今現在、95.5万人、100万人に行くには4万5000人チャンネル登録をしてもらわないと、まあいかないと。まああの YouTube 長らくやってる方ならわかると思います。あの結構大変です。しかもメインチャンネルじゃないから、個人チャンネルで4万5000人増やすってどういうことなんだろうっていう、そういうね、まだ未知の段階ですね。今日はここからね、まあ、ウームっていうね、あの事務所知ってるかな。ウームっていう事務所知ってる。ウームっていう事務所ね、 YouTuber が、まあ、いっぱいいるところですね。でそのウームで今日は、撮影を、します。まあ生放送なんでね、楽しみですね。いやちょっと心配なのよ正直。あと100万人達成って俺何年前だろう。だってあれフィッシャーズの方で100万人、セカンダリの方で100万人達成した時で、多分ほとんど同じ年だった気がするんですけど、いや久しぶりよ、もう数年ぶりだから。どんな感覚だったっけ。さあ、準備は整いましたので、実はですね、あの100万人に、なった瞬間に僕のチャンネル あのアイコンが変わります。チャンネルアイコン用にね、撮影しに行ったんですよ。そちらの動画をね、ちょっとご覧いただこうかなと思います。こちらです。面白そう。ちょっと試した感じ、はい、タイツが一番顔がギュッとなるんじゃないかなって。はい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 、はい、ちょっと今すごいきつめのタイツ用意してて、はい、確かにきつすぎるかもしれない。いや全然全然大丈夫です。今回はちょっと挑戦するので。わかる、挑戦わかりました。はい、チャンネルのアイコンの撮影です。実はあの今のアイコン、こうわーってなってるやつなんですけど、あれあのすごい前に、何年前かな、あれ6年とか7年前なんですよ。だからもうほぼ詐欺なんですよ今。だからもう早く変えたくて、俺の前の実家だし、今の実家じゃないから、あの合ってることは俺であるっていう生体認証以外ないんですよ。あれいけます、いけます。これはこうこうこうですか。はい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 。あ、死ぬす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 。大丈夫ですか。あ、こっちです。大丈夫ですか。息できてます。大丈夫。あ、そんな感じです。あ、いいです。え、これいいですか、これ。大丈夫です。そういう感じです。あ、でもこれですか。こういう感じです。来てます、来てます。で、ちょっと隠れも文字みたいになってる。コビトスカの。うわぁ。ああ、綺麗。笑ってる。はい、ずっときついです。はい、テイクも。はい。はい。もうちょい強めにしましょうか。分量って。はい。これ好き。これに決定です。ロードシルクの100万人いったら、あの変えるんですけど、チャンネルアイコンこれです。あー、いい、めっちゃいい、これいい。ありがとうございます。よし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 。こんなね感じの撮影風景だったんですけど、これが、僕の個人チャンネルのアイコンでございます。行こうか。あの1000円自販機が僕の家にあるんですけど、ちょ1000円自販機回していいですか。験担ぎでね。うちの1000円ガチャは当たりはドアの上についてる鍵が出てきます。で外れは暴言が出てきます。やばいの書いてある、やばいの書いてありそう。これ今日出るかね。数字にとらわれすぎて思んない。じゃやめた方がいいから今日ライブ。とらわれてるわけじゃないっすよ。みんなにいただいたものだから、せっかく記念になる100万人の時に開けようと。ただそれだけだからね。こんな言い方しなくてもいいじゃんね。てか俺過去の俺尖りすぎてない？なんてもん入れてんだろうね。100万人って記念の日に視聴者さんと開封したら、あのみんなで楽しくできるってことだからね。あんまり言うとさ、なんかね必死なやつみたいになるからもう言わんわ。うわマジ悲観よかったな。はい、着きました。ウーム、ここからちょっと生放送の準備をします。ちょっとカードをね並べてサムネを撮りましょう。はい、大丈夫です。はい、ネル君なんか気ぃ利かせてボックス1個持ってきたとかない？なんかこれボックス1個持ってきたとかない？あの入れるやつなら
スリーブ？スリーブとあと、うん、ケースなんて言うんですか。めちゃくちゃ効いてるやん。16時になりました。ここから5分後ぐらいですかねに、生放送が開始されます。頑張ります。まあちょっとみんなと和気あいあいとできればいいなと思ってます。うわーちょっとそわそわするわ。久しぶりこの感覚。一人で生放送ってないからさ。うわー神引き見せてー、生放送で見せてーな。うおー始まりました。わー皆さんお待たせいたしました。これね、あのロードシルク目指す100万人とこうやってね、あのタグがありますので、ぜひともこちらでツイートしてみてください。あ、チャンネル登録ありがとうございます。皆さんロードシルクの、100万人突破ライブに、シルクさんに招待していただいたんですけど、昨日後輩たちとちょっと旅行に行ってまして。どうもー、はるかたスクワットでーす。お願いします。スクワットの、はい、お二人、はい、はるかとたーと、きょんくんもチャンネルのきょんさん、よろしくよろしく。シルクさん、え、仲いいの誰でした？シルクこの4人で生配信に突撃していきたいと思います。お願いします、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おーお疲れ。お疲れ様です。来てくれたケイスケでございます。はい、よろしくお願いします。おー、ありがとう。ミルクティー、それはめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。すいません、いただきました。ここは全然久しぶりじゃないじゃん。そうですね、まあまあ週1ぐらいになってる、ね、最近は週1で遊んでもらってます。いやいや、こちらこそ。すいません、どうもー。どうもー、スクワットです。お願いします。お疲れ様です。マジ似てんな。なんかでかっ。え、なんでそれ。その3パックでもし SAR が1枚でも引けたらすごい。さあ、形成に行きました。あらー、ありがとうございます。どうもきょんちゃんです。今見たらもうシルくん顔がもうあの疲れ切ってるんで、ちょっとエネルギーを注入しに行きたいと思います。これシルくん家に行くときにいつも持ってってるやつです。普通にプライベートのつもりで突っ込みたいと思います。おこの時間のゲスト嬉しい、助かる。ちょっと早めに来ちゃった。大丈夫でした？いや、めちゃめちゃ助かります。きょんちゃんです。このタイミングめっちゃ助かる。めちゃくちゃすごいのいっぱいある。やっぱり、いや、めちゃめちゃすごいのいっぱいあるんですよ。お待たせしました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、そうです、乾杯。ありがとうございます。かー、今だわこれは今だ。エネルギー注入になった。あ、チャンネル登録しました。ありがとうございます。シャースウィーディオです。てか最初シルクさんにあの撮影来れるみたいな感じで言われたんで、あ、行けますよみたいな感じだったら、結構大事な生放送だったっていうことに当日気づいて、ここにちょっとシルクさんに差し入れのね、ポケモンボックスを持ってきたんで、これを生放送でシルクさんに渡したいと思います。お疲れさーん。もう疲れさーです。ごめんね、もう疲れさまです。お疲れさまです。横入れば、はい、手を組んです。お願いします。結果対戦までしてなかったですね。いや、してなかった。だってルール聞いてましたもんね、うん、集めてるカードでデッキ作れるよみたいな感じで、うん、そのチームがやってたんで、うん、どうもフィッシャーズです。フィッシャーズです。ロードシルクのシルクロードさんがね、100万人超えそうということで、ちょっと生配信にお邪魔したいと思います。僕ずっと見てるんですよ、昔から。本当ですか。本当です。昔からといってもまだ1年経ってないと思いますけどね。ね、これからロードシルクに突撃していく。 You're dust in the cup of me。ロマンスドーンと強大な敵です。この2つを私に言ってます。アングレス、最後頑張れよ。今日めっちゃ噛むじゃん。大丈夫か。生放送行かない方がいいんだよ。来いよ。俺だけ行くのもダメだ。俺帰るから。じゃあ俺も帰るよ。よしよし。え、俺知らんかった。はいはい。ええ、どうも。いや俺ガチマジで知らん。ダーマやろ。ダーマ来たんだけど。いつも動画見てます。しかも200万人の時のセットアップパーカー着とるやん。ズボンもそうだ。カズでマウント取られたわ。え、カッカ来てくれてるのめっちゃ嬉しい。そう、いや嬉しい嬉しい。ちょうど運命に行きましょう。そう、あ、そう、 N の覚悟でした。お疲れ様です。終わりました。お疲れ様です。これメイキング撮って。あ、そうなんだ。そう、100万人を突破を目指したんですけど、やっぱね、個人チャンネルでの100万人突破めちゃくちゃむずい。やっぱり、うん、え、ちょっとメインと違う感じした？違う。いい勉強になったな。日に登録してくれてる方の本当にだから10倍とか、うん、10何倍の方がね、登録してくれてるって考えたら、うん、ものすごい意義のあるね、本当にいいライブ配信だったんですけど、うん、メインチャンネルに
こういうのって活かせるから、うん、マジでね、間違いない、いい勉強になったね、うん、まあフィッシャーズともどもよろしくお願いします、うん、ということです。それでは終わった終わった今昨日の計算だと、まあ、多分今日の夕方頃に100万人は行くであろうという感じ で今あのロードシルク100万人に向けてこの動画を回してるっていう感じですね。99万9284人です。いやまあここからちょうどね1時間ちょっとあんのか、撮影場所までは遠いんでね、ここからまあ揺られていこうかなと思います。なんか YouTube スタジオっていうのがあって、でなんかあなたの最近のチャンネル周りの情報とか書かれるんだけど、一言こうありました。順調です。過去28日間のチャンネル視聴回数は通常より若干上回りました。一言余計上回りましたでいい。これマジで今日ゆっくり寝れたらいいなとか思うじゃん。明日めっちゃ朝早い気がした。確か一日いろいろ大変ですもんね。明日みっちみちですね。あと600人で100万人です。オッケー、また時が来たら回そう。今、まあ、夕方の、18時前ですね。10時半ぐらい。99万9994人です。あと6人。もう行くよ。もう100万行きます。おお。あと1人。あと1人。今99万9999人。おお。100万人達成。ロードシルク趣味のみで100万人達成しました。やったー。好きなことで生きていく体現でしょこれ。4月13日の17時半に100万人行きました。今103人です。嬉しい。生配信ではいけませんでしたが、やりましたね。やった。趣味を極めた男の形です。これはなんか僕の中でも一個しっかりとまた目標を達成しましたね。2023年の個人チャンネルも100万人突破。うわーやべえ、新しい金盾もらえるぜ。ロードシルクチャンネル登録皆さんありがとうございます。そして、まあ、いつもねグッドだったり、まあ、新しい動画でのたんびに見てくれてありがとうございます。まあ今後とも、まあ、むさ苦しい男がねこんな寝癖まみれのひげまみれ、165センチ以下のそんなにかっこよくない人間がしっかりと男貫いて自分の好きなものを動画にし続けますんで、ぜひとも今後ともよろしくお願いします。フィッシャーズのチャンネル登録よろしくお願いします。もうこれ今言ったから一気にフィッシャーズ のチャンネル登録者数100万人増えるからよろしくお願いします。近日やべえ動画出るんで、まあこっからねまた細かくはまた後で話しますんで、とりあえず、今ね全然地元じゃないんで戻りますか。なぜか今ね海にいますよしやった、嬉しい。まあ、フィッシャーズがあって、まあ、僕がね YouTube をただ見るためだけにね作ったアカウントだったんですよ、実はこのアカウントって。なんですけど、まあ、個人チャンネルも、僕が、まあ、余力があったのでやろうってなって、そのねやろうとした時にはねチャンネル登録者数が、9万人ぐらいかな、まだ動画上げてないのに約、90万人ぐらいを、1年間で伸ばしたという形になりますね。ロードシルクっていうのも、動かすことをね趣味にしていこうと思って、まあ趣味になりましたね。ロードシルクの動画撮るとか、こうやってロードシルクのチャンネルを運営するっていうのがね一個の僕のね趣味になってます。いろいろ感慨深いですね。だからただ動画見るためだけのねチャンネルだったんですけど、そのチャンネルが動画を出して100万人になったと。登録者100万人おめでとうございます。そして俺お疲れ、ありがとう、皆さんありがとうございます。これからもロードシルク楽しんでいこう。乾杯。お茶もうまい。フィッシャーズのねチャンネル、まあセカンダリもメインもね僕やってたんですけど、それをねメンバーにまあたまに任せたりとか、メンバーにもねまあそういう動画を出すとかっていうのを覚えてもらいたいなとか、編集するっていうのを覚えてもらいたいなって言って、まあどんどんねこう自分の持ってる知識だったり自分の持ってるものっていうのをねこうメンバーに渡してって、全然まだね俺も出したい動画とかやりたいことっていっぱいあるから、じゃあ個人チャンネルやろうと思ったんだけど、まあ最初にいろいろ考えたのはね、まあメンバー、まあ個人チャンネル別にねこうやるやらないっていうね話にもまあそんなにもならなかったし、まあ、先にね俺行っちゃっていいのかなとかそういうのは思ったんですけど、まあ、いつもねやっぱ先頭を歩いてるのは僕だったので、個人チャンネルやるのもまあまずは俺かなということで、個人チャンネルね、僕思い切ってちょっとやるわ、
フィッシャーズのね、企画が大きくなることは僕はいいことだと思うので、じゃあやっぱ個人チャンネルでもなんかそれこそね、あの動画を出してってみんなに見てもらって、みんなに見てもらった分をまあロードシルクでも返そうっていうのもありますけど、フィッシャーズでも返せたらいいなっていう、まあ、フィッシャーズのね企画が今後やりやすくなるんじゃないかっていう、動けるうちにねできることはやっていきたい、そして今のねあの活動をサポートできたらいいなと思って、こうやって個人チャンネルを開設して、このチャンネルを100万人いったと。まあ、個人チャンネルねやり始めた時はね、本当にこれできるかなとかいろいろ考えましたけど、メインチャンネルもね実はまあ相当な量僕動画編集してて、まあ、やっぱり個人チャンネルとフィッシャーズセカンダリー、まあその他の仕事もいっぱいね実はあのまだ言えないやつがあっていろいろありまして、まあすごく刺激的だったし、まあ疲れた時はあったんですけど、まあでもねそれ以上に楽しみだったりとかやりがいみたいなのがむちゃくちゃあって、自分の好きなことをねこんなにも前にね出せるって幸せだなってマジで思いましたね。まさかね1年間で100万人いけるとはね正直思ってはいなかったので、しかもこんなペースでね動画も出せるとは思ってなかったんでね、まあメンバーにも、スタッフにも、まあ UUUM の方々、まあ、そして、まあ、視聴者さん、ほんとサポートしてくれてる、まあ、皆さんにね本当に感謝しかないですね。皆さんありがとうございます。フィッシャーズの撮影がない日は個人チャンネルでロケに行ったりとか、ここ最近はマジで忙しかったんですけど、ちょうど今日ね落ち着く、今がね落ち着くタイミングなんですよ。なのでねこんなあのお風呂上がりでお茶飲んでゆっくりしてます。この1個前の映像がロケバスで100万人突破やったーっていうねところだと思うんですけど、その後実はねまた次、コラボがあって、で他の撮影もあって、でめっちゃくちゃ疲労でそのまま速攻寝たんですよ。でしかもねその次の日の撮影が実は今日なんです。今日が合計して多分ね16本とか撮影したんかな動画。ようやく今ねほっと一息できてるって感じですね。いやほんとね怒涛の1、2週間だったな。でもねほんと最近思うのはね、人生濃いなって思ってます。まあ実はねこっからフィッシャーズも激アツな展開がね待っているんで、そのためにね準備とかもあるんですけど、まあ今日はね一旦この100万人いったっていう今実感ようやく来てるんで、ほんとに忙しすぎてね100万人超えた瞬間はねやったーと思ったんですけど、まああのロケバスのねあの100万人超えたやったーって言って家戻るかーって言ってピッて止めた瞬間にね、もうほんとに疲労でそのまま寝てパッて起きて、そのままあの他の撮影行ってで帰ってきてで編集して他の撮影やってで寝てみたいな感じのねあれだったんで、で今日も朝から朝一からもうあの他県行って、そっからもう仕事バーってやって、ようやく今ね100万人いったって実感が湧いてます。ちなみに今、登録者で言うと、100万人とね2000人ぐらい、登録していただいてるみたいです。あれから2000人も、増えました。ありがとうございます。アイコンしかもね変わってんの気づきました。まあ、最初の方にねあのアイコンの撮影とかしてるねあの動画あのねシーンありましたけど、あれ変わってみるといいっすね、 YouTube 上にあの顔面が現れるのロードシルク、100万人行きました、皆さんありがとうということで、この動画をね締めたいなと思います。生配信見てくださった方々、そしてね普段の動画を見てくださった方々、明日もあの通常通り、動画ロードシルク出ますん でフィッシャーズもねどんどんいろんな動画あの出しますんで、ここで言いたいのはこのロードシルクももちろんですけど、フィッシャーズのねチャンネル登録よろしくお願いします。あの概要欄にもね一番上の方にフィッシャーズのリンク貼ってあるんで、そこねポチッと飛んでみてください。フィッシャーズというチャンネルに行けますんで、僕のねいるグループです。まあ、誇らしいグループありますんで、そこに飛んでみてチャンネル登録よろしくお願いします。そちらの方もねあともう少しで800万人に行くんで、ぜひともよろしくお願いします。これからもみんなよろしく。それでは。